はあ、めんどくせえ。はい、明日からね、遊びの準備をしております。こういうでかいリールをね持って行って、大きなね魚がね、大きな魚ちゃんをね釣れるように釣りたいんで、こういう風なねルアーも結構いっぱい持ってるんですよね。まあ分かる人にはね分かるウッドルアーですね。ウッドルアーが結構いっぱい集めてはいるんですけど、230、こういうでかいルアーがね、海側から見るマグロ、マグロがいます。あそこにやべえもん釣っちゃった、でげえ。あーどうしよう、こっからリリースかな、やっぱり食べた見るかな。でかい、あー疲れた、マグロ以上。おお、いっぱいいるね。おお、でかい、でっかいね。ああ、これ今の時期分かるんだ。夏の30度あったで、金やでいいさ。うん、もう30センチなできてるし、あと2軒前届いてる。何の時間か、どうやって、うん、うわ、でかい、搭載とは思えねえぐらいでかい。27センチぐらい、今年のクジャク、はい、ベニクジャクですね。かっこいいんですよね、うちのベニクジャク。これから真っ赤になってくるんで、こういうの模様ついてるやつとかもいるし、あとこういうの赤ムジはね、弾く鯉ですね。赤ムジとかこういうのはガス鯉でね、弾く鯉ですね。いや大きい、餌どんどん食わせるとすごいね、でかくなって。でかいね、30センチあるね。初めてもなるね、ガガガ1メーターなるかな。いらねえもんな、大きくなってもこういうのは。やっぱベニクジャク、渋いベニクジャクだね。色が赤くなってきたらいいよね。あ、これどうだ、これも締まってくるぞ。かっこいい、もういっぱい。うわ、最後ドロドロだね。落ち葉の堆積した汚いのとか泥が
泥がすごい堆積してる。落ち葉、木くずがいっぱいあるね。もよいこはぎ。よし、いべ。ん？いやいや。お。面白そう。クジャクはいいのいっぱいいそうですね。よいしょ。そんなのいるかね。こういうのかな。変わり種ですね。ヒレナガのヒレナガクジャクですね。金賞は女に大きくなってるものもいますね。27センチぐらいありますね。
大きくなるよりね、模様が良いやつがねできる方が嬉しいんですけど、クジャクをメインにねちょっとピックアップしていきたいと思います。こういうねトラオーゴンとかねそういうのもいますけど、今回クジャクだけをちょっと良さそうなところ集めてみます。はい、今日ね沼から上げてきて、まあ良さそうなところを、まあ、ピックアップしました。まあ何匹かねいいのはもう放流しちゃってますね。なんか沼上げした時いいなっていうのがここにいないので、でベニクジャクですんで、これからね真っ赤に赤が赤くなってくる品種ですので、まあこういうキクジャクとかもね、黄色っぽいキクジャクとかも、まあこのまま黄色っぽかったりとか、こう真っ赤にね、こういうのが真っ赤になってきたりとか、黒いところがね沈んで白くなってきたりとかね、模様変化しますし、まあ黒いところで、黒い池で飼ってるとね、白地の黒染めのところがね、真っ黒くなってきて変わったクジャクになったりとか、いろいろねうちの場合面白いね、渋いねクジャクができてますので、こんなところベニクジャクたくさんいますのでね、2歳ものでも今いい出来がいいのが結構いますので、そういうようなものをねまた2歳立て3歳立てしてね販売していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。